カール・ティンマーマン、カール・ハインリヒ・ティンマーマン、カール・ハインリヒ・ティマーマン、1922年6月19日から1951年10月21日は、アメリカの軍人、第二次世界大戦最中の1945年3月7日に、発生したレマーゲン・ルーデンドルフ教をめぐる戦いに、参加し、その後、ライン川を最初に渡った将校となった。 1922年、バイマル共和国時代のフランクフルトアムマイン近くで生を受ける。父・ジョン・ヘンリー。ジョン・ヘンリーは第一次世界大戦後の占領任務に携わっていたアメリカ軍人で、母は父が現地で見つけたいわゆる戦争花嫁のドイツ人であった。父方の祖父であるアーノルド・ティンマーマン。アーノルド・ティンマーマンはドイツ人で1871年に ネブラスカ州カミング郡に移住した。1881年には、アーノルドの両親や、兄弟も移住している。また1876年、アーノルドは、アンナ・ワートマン、アンナ・ワートマンと結婚している。1876年7月28日に生まれた、ジョン・ヘンリーは1919 19年4月9日に、アメリカ陸軍へ入隊し、占領任務のために、 ドイツへ派遣された。1921年、ヘンリーはドイツ人のマリア・ベイスベッカー、マリア・ウェイスベッカーと出会い、交際を始める。1922年6月には息子カールが生まれる。1924年1月、一家はネブラスカに移住する。1928年8月16日、ヘンリーが陸軍を除隊する。カールはネブラスカ州。 ガーディアン・エンジェルズ・スクール、ガーディアン・エンジェルズ・スクールに通った。軍事士への興味を持った。彼は2年生の夏に、シチズンズ・ミリタリートレーニング校へ参加している。1940年卒業。ヨーロッパでの戦争の拡大に伴い米国内の反独感情が高まると、カールもまた自分がドイツ系であることに不安を抱くようになる。実際に彼の父は、 臆病者、脱走兵などと下げ済まれ、ティンマーマンというドイツ系の性すら嘲笑されたという。やがて、カールを含むティンマーマン家の三人兄弟は、祖国に忠誠を示し名誉を挽回するべく全員が、アメリカ軍へ入隊した。1940年7月6日、カール・ティンマーマンは、アメリカ陸軍への入隊を果たす。配属先は、第三師団で、最初の認知は、 ワシントン州だった。1941年末、日本軍による真珠湾攻撃を受けて、第15連隊でも戦地への派遣に備えた訓練が始まった。第3不評師団はとと共にを構成していた。これら2個師団は同年5月よりに配置されており、6月の軍事演習では、ジョセフ・スティルウェル少将に指揮された第7不評師団及びと対峙している。 この大規模演習は8月までオリンピック半島で行われ、第9軍団はカリフォルニア州からの増援2個師団が到着するまでタコマの防衛に当たった。1942年10月、第3師団はバージニア州ノーフォークに移り、統治作戦に参加するべくモロッコへと送られた。しかしティンマーマンはその能力が高く評価されていたこともあり、米本土に残りに進んだ。 1943年2月16日、少尉に昇進。その後、飛行不評訓練のために、カンザス州のに移り、第27飛行不評大隊 A 中隊の小隊長に任命された。その後、彼は休暇を与えられており、この頃に、ラベラ、メイヤー、ラベラ・ムイエと出会った。やがて、彼女と親密になったティン・マーマンは、手紙に指輪を同封して、プロポーズを行い、 彼女もこれを受け入れる、胸の手紙を返した。1944年5月25日、ネブラスカ州オマハにて、結婚式を挙げた。1944年8月20日、第9師団、第27大隊は、軍隊輸送船として徴用されていた、クイーン・メリー号により、スコットランドへと送られた。9月28日、第9師団はフランスに到着する。 戦闘未経験部隊は、ベルギーアルデンヌ地区に配置された。1944年12月、ティンマーマンは、公兵となっていた弟フリッツと再会している。1944年12月16日、ドイツ軍は、アルデンヌ構成、バルジの戦いとして知られる、大構成を発動した。ティンマーマンは、小隊を率いて、ザンクトフィート周辺での激戦に参加する。 その最中に、ティンマーマンは、砲弾片を受けて、腕を負傷するも、戦闘が収まるまで部隊に留まり戦い続けた。ドイツ側は、米第9師団が壊滅した旨を二度発表しているが、以後もティンマーマンを含む、第9師団将兵は、戦闘を続けていた。そのため、第9師団は、亡霊師団、ファントムリビジョンなる愛称を与えられることになる。 1945年2月末、第九師団は、英陸軍のバーナード・モント・ゴメリー元帥が展開した、攻撃の南側側面を支援した。2月28日、ティンマーマンの娘、ゲイ・ライアンが生を受けているが、彼がこれを知るのは2週間後になってからである。3月6日、英中隊長が戦闘中に負傷し、ティンマーマンは、レナード・エンゲマン中佐、レオナール・エンゲマンによって、 公認者に任命される。またこの際、英中隊がラインガー攻撃における全英部隊を務める旨も聞かされたという。1945年3月7日13時40分、レマーゲンに対するアメリカ軍の大攻勢が始まった。しかし、ドイツ軍守備隊がレマーゲン鉄橋、ルーデンドルフ橋に大量の爆薬を設置していたため、アメリカ軍は、 橋の西側での停止を余儀なくされた。15時、アメリカ軍側では、橋がドイツ軍に爆破されるまで待機することを決定するが、その後も爆破は行われなかった。実際には、ドイツ軍側でも複数回起爆を試みていたが、配線不良から失敗しており、戦火の中で修理を試みていたのである。その後、アメリカ軍では、橋の制圧命令が改めて下された。 15時30分頃、ティンマーマン少尉は A 中隊に対して橋の確保及び維持を命令する。彼は援護と東側のドイツ軍陣地への警戒のために中隊の半分を後方に残し、彼自身が率いるもう半数が橋の上に展開した。中隊員らはドイツ軍陣地から機関銃による銃撃を受けつつ、橋梁を渡って被爆装置の配線を切り、 可能な限りの爆薬の除去を試みた。15時40分、ティンマーマンらが橋の中間地点に差し掛かる頃、ドイツ軍守備隊の指揮官、ハンス・シェーラー少佐、ハンス・スケラーが橋の東半分に残っていた爆薬を起爆した。しかし、橋はやや跳ね上がり歪んだものの、過労じて倒壊を免れた。ティンマーマンらは爆薬の除去を続け、 残っていた中隊の半数が反撃に乗り出した。その後、間もなくして、米軍工兵隊が到着し、爆薬の除去作業は彼らに引き継がれた。そして、中隊の全部隊がライン川を突破するべく橋を渡り始めたのである。15時45分ごろ、ティンマーマンの部下である分隊長軍曹が激しい、重火を受けながらも橋を突破した。彼は、 ドイツ軍が爆破を試みた際に一度立ち止まったものの、全長325メートルの橋を一気に渡り切り、最初にライン川を渡ったアメリカ兵となった。ドラビク軍隊は彼に続き、爆発で巻き上げられた粉塵や煙幕に紛れて、橋の東側を確保した。この時点までに、ドラビク軍隊には一人の負傷者も戦死者も出て、いなかった。あとに、 ドラビークは次のように回想している。我々は叫びながら、橋の真ん中を走り抜けた。動き続けていれば、敵も我々に弾を命中させられないであろうと思っていたので、私は一度も止まらなかった。部下は、分隊重隊、スクワットコラムの体型で、私に続いており、被弾した者は一人もいない。それから我々はいくつかの爆弾穴に身を隠した。ただ座って、 他の者の,の到着を待った。それしかできなかった。16時ごろ、ティンバーマンは単独で橋の東側に移った。この時点で、中隊員らは、銃撃を受けつつも西側の爆弾穴での集結を、図っており、公兵隊は、最後の爆薬を除去していた。また、その他の不評部隊も前進を試みていたものの、ドイツ軍校射砲の水平射撃により阻止されていた。 部下の宇宙で危機の兵士数名を選んだティンマーマンは、降車砲が設置されていた橋の東端のという丘に、上り、これを攻撃して無力化した。さらに、ドイツ軍守備隊への増援を阻止するべく、丘を越えて、鉄道トンネルの反対側への攻撃を行った。その後、ティンマーマンら15名は2つの砲弾穴に隠れて、増援を待った。ティンマーマンは知らなかったが、 この時点で325メートルの鉄道トンネルの中には300人ほどのドイツ兵といくらかの民間人が隠れており、トンネル内には弾薬や航空燃料を積載した4台の貨車が設置れていた。この民間人らはアメリカ軍による砲爆撃を逃れ避難してきた者たちであった。彼らは何度かの脱出を試みた者の失敗に終わり、閉じ込められていたのである。 この時点でもドイツ軍は繰り返し橋の爆破を試みていたもののすべて失敗に終わっていた。トンネル内に残った将校は最後の一兵まで戦えとの命令を受けており、将兵の多くはそれを受け入れていた。しかしトンネル開口部付近への砲撃は激しさを増しており、間もなく戦車が橋を越えてくることが予想された。そうなればトンネル内の全員が皆殺しにされうると判断され、 降伏のために二人の校舎法捜査補助員が代表者としてトンネルの外へ出た。最初に外に出たビリー・フェルテン。ビリー・フェルトンは降伏すると叫びながら橋の方へと近づいていったが腹部に銃撃を受けて戦死した。次にある女性からアメリカ人と話してきてと持ちかけられたカール・ブッシュ。カール・ブッシュがこの役割に志願した。彼は学校でいくらかの英語を学んでいたほか、 かつて映画俳優が戦争映画で銃撃をやめさせるために英語でストップ、ファイリングと叫んでいたのを覚えていた。ブッシュはこれを真似てストップ、ファイリングと叫びながらトンネルを出た。まもなくアメリカ側の銃撃が止み、ティンマーマンはなぜ止めねばならないかと尋ね、ブッシュは皆に投稿の意思があるものの銃撃を恐れている胸を語った。ブッシュはティンマーマンと話し合い、 トンネル内の状況を伝え、自らが降伏のための通訳を務めたい旨を申し出た。トンネルに残っていた将校は依然として降伏に消極的だったものの、物資を通じてティンマーマンとの交渉を重ねた末、トンネルを出てアメリカ軍に降伏した。200名ほどのドイツ兵と物資の母を含む100名ほどの市民が投降し、彼らはアメリカ軍によって 橋の西側へと護送された。降伏が行われた時間は十七時十五分を少し過ぎた頃だったとされ、この日の午後に死亡したドイツ人はフェルテンただ一人のみであった。トンネルからの撤退が交渉された後、ブッシュは驚くべき惨事を受けた。よくやったと、ティンマーマンは完璧なドイツ語で言ったのだ。この大いなる恐怖との交渉を通じ、ブッシュは彼は ドイツ人の両親を持っていて、自分を試したのだと考えたという。この交渉は、さらなる犠牲を回避しただけではなく、アメリカ軍がより多くの兵員や物資を川の向こうへ送ることを実現し、物資は、あっという間に、この戦争を終わらせることができると考えた。連合国側の記者は、この戦いと橋の確保を指して、レマーゲンの奇跡、ミラクル・オブ・レマゲンというフレーズを使った。 ドワイト・ディ・アイゼンハワー将軍は、レマーゲン鉄橋を、その重さは金にも相当する、ワース・イッツ・ウェイト・イン・ゴールドと表し、戦争における明るい機械の一つであり、これを迅速かつ確実につかみ取ったことで、今後の作戦に計り知れない効果を及ぼすだろうと、語った。ドイツ軍は何度も破壊を試み爆破を行ったにも、かかわらず、確保された時点で、橋は反壊しつつも、 その機能を維持し続け、間もなく、連合軍のトラックや、戦車輸送車がこの橋を渡った。確保から24時間以内に、およそ8000人もの連合軍将兵が橋を渡ったと、される。鉄橋の塔の一つには、足濡らさずにラインを渡る。第9機構師団に感謝を、クロス・ザ・ライン・ウィズ・ドライ・フィット、コーテシー・オブ・ナインス・アームド・ディビジョン、と書かれた看板が掛けられた。 この看板は現在ケンタッキー州内のにて M26 戦車と共に展示されている。橋の確保後が橋を渡った。その後もドイツ軍は様々な手段を用いて橋の破壊を試み、またアメリカ側はこれを尻け橋の補修を続けていたが、1945年3月17日に倒壊した。この頃、すでにティンバーマンは前線を離れていた。 レマーゲン鉄橋の戦いの後、ティンバーマンは休暇の許可を得て、フランス・パリへと向かった。そこで彼は、正常期新聞のレマーゲン鉄橋に関する記事を読み、初めて娘、ゲイ・ダイアンが生まれ自分が父になっていたことを知ったので、ある。彼は、国民的英雄として有名人になり、連合国の新聞記事では、レマーゲン鉄橋での勝利を指して、 戦争における最も小的な偉業の一つ、ワン・オブ・ザ・ウォー、エス・モースト・エレクトラ・ファイング・フィッツという表現が、しばしば使われた。著名な従軍記者、アーニー・パイルなどからも取材を受けている。オマハワールド・ヘラルド紙、オマハワールド・ヘラルドでは、橋での勝利を、トランプ・ゲームのブリッジとかけて、ネブラスカ州ウエスト・ポイントからやってきた若き将尉は、歴史に残るブリッジのヒネスを見事に披露した。 ティンマーマン将尉は、彼が持っていた、唯一のカード、すなわち荒削りの勇気でこれを成し遂げたのである。t he、ヒー・ヤングルーテナント・フロム・ウスト・ポイント、ネブラスカ、プルド・オフ、エイブリッジ・フィネス・ザット・ウィル・コー、ダウニー・ヒストリー、LT、ティンマーマン LED ウィズ・ザ・オンリー・カード・ヒー・ハド、ローカレッジ、と報じた。ティンマーマンは、この戦いが、ティンマーマン家の名誉を挽回したものと考えていた。 ティンマーマンと軍曹は、橋の戦いに関連し、共に、主君十字章を受章している。また、第9機講師団 B 戦闘団、コンバットコマンド B は橋を確保した先行からを受章している。ティンマーマンの主君十字章軍記には、次のように記されている。ティンマーマンは1945年12月12日に、陸軍を退役し、ネブラスカで、セールスマンとして働いた。 その後、彼は陸軍へ将校としての再入隊を申請するが、当時すでに将校の平時定員が満たされていたため、彼は1947年10月28日になってから技能軍装、テクニカルサージェントとして再入隊を果たすことになる。彼は新兵の募集担当者として働いた後、ネブラスカ州オマハの予備役将校団、アフィサース、リザーブ校の教官を務めた。 冷戦が始まると、将校の定員が見直され、ティンマーマンは1948年12月26日に、中尉の階級を与えられ、砲塔マハに駐屯する第7不評師団第7、機械化騎兵偵察中隊、セブンスメキニザドキャバルリーリコネッサンストループに、配属された。1950年9月、第7不評師団は、ニ川上陸作戦に参加する。 彼は部隊を率いて数ヶ月間戦闘に参加したが、その後原因不明の腹痛に苦しめられ治療のために前線を離れた。診察の結果、この痛みの原因は異腫用であると判断され、治療のためにコロラド州デンバー近くのに構想された。しかしその後の診察で彼に異腫用はなく、実際には清掃腫用が原因であったことが明らかになった。 主要の切除手術や様々な治療が試みられたものの、効果はなく、ティンバーマンは1951年10月21日に29歳で死去した。彼は最高級の軍隊装を持ってコロラド州のに埋葬された。デンバーの新聞では、彼の死について、戦争という癌は彼の命を奪うことに二度も失敗した。ザ・キャンサー・コールド・オ l ハード・フ r h ルド ツーテイクヒズライフインツートライズという表現を用いて報じた。つまらベラは彼はガンを憎んでいました。彼自身を殺し、そして彼から軍人としての席も奪ったからです。彼は葬儀の前に階級賞とボタン、勲章を磨いてくれと私に頼みました。胸にすべての勲章を正しく飾ってほしいと願っていました。彼はできる限り兵隊らしくありたかったのです。 と語った。1965年5月30日、彼が暮らしたネブラスカ州にて彼の名を付けたティンマーマン公園、ティンマーマンパークが作られた。1995年3月7日、このティンマーマン公園にて、ラインの英雄たるティマーマンを称える式典が開かれた。ニュージャージー州には、彼の名にちなんだティンマーマンシアター、ティンマーマンシアターが設置されている。 1969年の戦争映画、レマゲン鉄橋には、ティンマーマンをモデルとした、フィルハートマン少尉というキャラクターが登場し、ジョージ・シーガルがこれを演じた。また、ドラウィク軍曹をモデルとした、アンジェロ軍曹は、ベンギャザラによって演じられた。映画のストーリーは概ね史実を追っているが、戦闘シーンの追加など娯楽性を優先した脚色も、加えれている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。